ス VMC 所属、近松茂左衛門です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、ただいまお送りした曲は、松村和田さんで、帰ってこようでした。はい、というわけで私たち、演歌バンドということで、今回、共演主題でるバンドとはまた違う色が違った、バンドではございますけど、日本の文化を、日本の良き文化を、ぜひ感じていただければ、はい、幸いです。はい、はい、というわけで次の曲に行きたいと思います。はい、1曲目は、青森を舞台とした曲だったんですけれども、2曲目は信州を舞台とした、曲となっております。信州の情景を思い浮かべながら聴いてください。千正夫さんで北国の春。森永製菓
ミルクキャラメルって知ってますか？ミルクキャラメルが日本で初めて発売された日なんです。ということで、私はこう直筆サインを入れたミルクキャラメルを持ってきました、はい、でちょっとミルクがなかったんでパイナップルキャラメルを持ってきました、ね、そうで今日何の日にかけて6月10日が誕生日の方がいらっしゃったらプレゼントしたいなと考えているんですけど、いますか？何かいますか？いますか？おめでとうございます。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 すごい。それでなんかちょっとメッシつながりで、はい、あのサッカーのワールドカップがですねフランスに今日あったんですけど、それがちょっと日本初出場だったらしいんですね、うん、でそうなんです。あ、ちょっとあんまり言ってなかったおじゃあこちらのメッシはできるんですか、サッカー？はい、というわけで、まあ、6月10日、まあ、こんな感じいっぱいあるんですけども、うん、はい、6月10日あ、そうそう、そうなんですね、はい、今日、まあ、アカペラパラダイスなんですけど、はい、まあ、アカペラパラダイスの日もあるんですよね、うん、偶数月の、第3週、まあ、今日は2週なんですけどですね、はい、第3週の土曜日がアカペラパラダイスの日ということでございます。で、本日は、ボリューム93ということで、うん、はい、まあ、歴史が長いですね。そうですね、はい、というわけでなんですけども、ボリューム1って皆さんいつから始まったか知ってますか？分かる方いますか？ありますかね。計算が早い。実は今から15年前、2002年からなんですよね、はい、15年前ね。僕らが今ちょうど20歳とかの世代なんで、4歳とか5歳とか怖いですね。何があった4歳5歳僕はずっとガオレンジャーを見てました。あ、多分一生ぐらいの世代だと思うんで。私、トットコハム太郎。あ、そう、私の方でちょっとあって多分みんな世代にしてる、うん、あと、なかなかありますあと、ホジョロジョリとか、そうですかね、見てました、見てるときはい、というわけで、まあ、はい、いろいろありましたね、はい、過去を振り返った、というわけで、はい、次の曲参りたいと思います。はい、次の曲は今度は高知を舞台とした曲となっております。この曲はですね、我々初めて披露する新曲となっております。2016年去年にリリースされたばかりの曲となっております。まあ、おそらく我々が初めてアカペラをでカバーする曲だと思いますので、はい、楽しんで聴いていってください。三山ひろしさんで四万十川。Thank you.
さて、近松問題もこれで最後の曲となります。最後にふさわしい楽しい曲を森が持ってきました。皆さん最後まで盛り上がって聴いてください。なにわ節だよ人生の。何は